コカは地下鉄駅の券売機、定期券発売所で発売しています。ぜひご利用ください。次に止まります。
週末からのお知らせです。インフルエンザなどの感染症予防拡大防止のため、手洗い、うがい、アルコール消毒および咳エチケットを並行しましょう。大阪では高齢者の交通死亡事故が増えています。ほとんどの事故が歩行中や自転車乗用中に起きています。皆さん、お互いに交通ルールを守り、思いやりと譲り合いで交通事故を減りましょう。次は播磨町1丁目、播
が高くなってくる。
害防止のため、手洗い、うがい、アルコール消毒、および咳エチケットを変更しましょう。大阪では高齢者の交通死亡事故が増えています。ほとんどの事故が歩行中や自転車乗用中に起きています。皆さん、thank you.
止まります。お降りの方はバスが完全に停車し、扉が開くまでそのままでお待ちください。お待たせしました。ありがとうございます。